はい、皆さんこんにちは。株式会社スタメンの会社説明会を始めたいなというふうに思っています。私自身ですね、まず自己紹介からしたいなと思っていまして、私マス翔也と言います。27歳でして、もともとは製造業ですね、メーカーに就職したんですけども、2018年からスタメンで働いています。でですね、今年の1月から新卒の採用責任者として働いていまして、今ですね、新しく更新進めまで出会うということを一番楽しみに採用活動に取り組んでいたりします。今日したいこととしてはこの5つになっていまして、ざっくりですね、スタメンってどういう会社なのかというのがこの動画でお伝えできればというふうに思っています。まずスタメンという会社ですね、概要としては2016年の1月に設立されて、今7年目の会社になっています。なので会社の年数として10年以内だよという部分と、あと従業員数としてもですね、まだ100名以下のフェーズでいる会社なので、まあ、ベンチャーというのを楽しみたい方にとってはですね、いい企業フェーズなのかなというふうに思っていたりします。事業としてはメインでですね、2つの今 SaaS 系の事業をやっているので、後ほど紹介していきたいなと思っています。会社は本社が名古屋になりまして、関東は鎌倉で、関西は大阪にそれぞれ支社があって、全国3拠点という形になっています。まずスタメンという会社名が結構珍しかったりとか、インパクトありますねというお声もいただくんですけど、僕たちですね、このスタメンという社名はスポーツのスタメンではなくて、スターメンバーズというものを由来にします。一人一人のメンバーがスターのように光り輝く会社にしたいという思いを込めてまして、会社の成長フェーズに合わせてですね、いろんな部署からスター選手が出てきてですね、そのメンバーが成長して輝く、そういう会社にしていきたいなというふうに思っていたりします。スタメンのこれまでの歩みの部分なんですけども、2016年の8月から実際に事業を開始してるんですけども、そこから4年4ヶ月で当時の東証マザーズに IP をしたっていうところがですね、まあ、すごい早いフェーズで達成できた部分なのかなというふうに思っています。ここはですね、僕たちとしても通過点として考えてたので、これからさらにどんどんですね、企業を成長させながら実現していきたいというふうに思っています。あと、これまで受賞したものとしては、この働きがいのある会社ランキングというところでも1位を獲得させていただきました。あと、会社の説明でですね、まあ、人と組織だったり、創業事業もそういった人と組織の部分に強みを持っていろいろやってたりするんですけども、こういったスタメンの働きがいであるとか、外組織に注力しているっていうところもスタメンの特徴かなというふうに思っています。スタメンが大切にしていることに入りたいんですけども、まあ、経営理念がスタメンというところでは一番大事かなというふうに思っています。これも創業時から変わらずこの経営理念をやってきたんですけども、一人でも多くの人に感動を届け、幸せを広める、この部分をとても大切にしています。でこれはですね、僕たち働いている、まあ、従業員だったりとか、そういったところも感じれるような会社にしていきたいっていう思いもありますし、お客さんにこう使ってもらうサービスを通してですね、この感動を届けること、幸せを感じてもらうことっていうのをですね、大事にしている会社になっています。ではですね、スタメンが、まあ、どういう事業をやっているのかっていう部分をお話ししていきたいなと思っていまして、まあ、スタメンっていう会社は2つのリンゲージメント事業をやってますよというところで、このつなぐと、右のファンツっていう2つのサービスをメインにやっていたりします。創業事業としてはこのつなぐというサービスをやっていまして、つなぐというのサービスは会社の組織の課題を解決するためのプラットフォームとしてお客さんに提供しているサービスになっています。これはですね、エンゲージメントと呼ばれるこの会社と従業員の信頼関係だったり、従業員同士の信頼関係というのをエンゲージメントと呼んでいるんですけども、まあ、会社の組織をですね、こう強くしていくことで組織課題を解決していきたいなと思っているんですけども、その強くするための要素として一番大切だなと思っているのが信頼関係になっています。その信頼関係をどうやって作っていくかというところをつなぐというサービスを支援しています。で今の時代はですね、この信頼関係を作ろうと思った時になかなか面と向かって会えるっていうのがコロナの時代なので難しくなったりしているので、まあ、そういったところも含めてですね、この IT という力も使いながら、この IT のサービス上でこう従業員のみんなが集まってきたり、そういった集まった場所でこの会社の情報に触れてもらったりとか、この同僚の働きぶりっていうのを知ってもらって、でそこからですね、コミュニケーションを活性化させて信頼関係を強くするっていうものを実現してもらいたいというふうに思います。次がですね、ファンというサービス、こちらはですね、まあ、オンラインサロンのプラットフォームというふうに書いてあるんですけども、もともと僕たちが企業のエンゲージメントを高めることに注力してたんですけども、こちらをですね、合わせてそのコロナ禍になってなかなかですね、オンラインのコミュニティが逆に増えてきたなというところ、皆さん感じられてるかなと思うんですけども、そういったオンラインのコミュニティ上で使ってもらえるプラットフォームになっています。今使ってもらっているユーザーさんでいくと、まあ、プロのスポーツチームさんで、あとはですね、芸能人の方のオンラインサロンとしてこういったプラットフォームを使ってもらってまして、まあ、このプラットフォーム内でですね、コミュニケーション、ユーザー間でコミュニケーションを取ってもらって、応援しているアーティストの方とコミュニケーションを取ってもらって、そういったところで
こうユーザーさんのですね熱量を増やしていくっていう取り組みを応援していたりとか、あとはですねこうライブ配信の機能もあったりしますので、このファンさえ導入してもらったら自分の理想とするですねコミュニティ作りを一緒にこう作っていけるっていうところで応援していたりします。このサービスも2020年7月に正式リリースしてるんですけども、昨年で100サロンを突破したりとか、そういったところで今すごい伸びているサービスになっています。で3つ目ですね、最近の挑戦としては SAIS という子会社を立ち上げました。これはですねつなぐっていうサービスをやっていく中で、自分たちのお客さんの方からですね、まあ、採用についてもいろいろと力を貸してほしいっていうお声も聞きながらですね、僕たちもここにお客さんのためにこう力になりたいと思って始めたサービスになっています。働くときにですね、入社してから転職を考えるときもあるかもしれないですけども、その転職をするときに転職先をですね、そういうカルチャー、自分自身の価値観、その会社の価値観が合うかどうか、そういった部分をですね、重視しながら転職活動を支援できるようにやっているのがこのステージという会社になってまして、まあ、今ですね、この3つの事業、会社をやってるんですけども、あとはですね、まあ、年2回、スタープロジェクトという新規事業のコンテストをですね、やっていますので、そういったところからですね、また新しい事業をどんどん創出していきたいというふうに思っています。最後がスターメンバーですね、どんな社員がいるかという部分を最後お話しして終わりたいなというふうに思っています。まあ、スタメンではですね、創業初年度から新卒採用に本格的に取り組んできました。それはですね、冒頭でお話しした会社名の由来にもあるとき、やっぱりそのスターメンバーをどんどん輩出していきたいなというふうに思っているからこそ、この新卒採用というところにも力を入れてきました。でですね、最年少のマネージャーの就任年齢が23歳だと、最年少の役員が26歳という数字もあったりするんですけども、年齢とかですね、まあ、年功序列の考え方ではなくて、こう成果を出したメンバーをこう抜擢してですね、新しい挑戦環境で大きく成長してもらうということを大切にしている会社になっています。このメンバーが新卒4年で役員就任したコマッサニティメンバーですけども、こういった形でですね、この新卒20代からですね、役員挑戦して経営について一緒にこう力を伸ばしていく機会を会社としても応援していたりとか、あとはですね、新規事業ファンズという事業を始めたんですけども、やっぱり新しい事業を始めると新しい挑戦環境になってくるので、こういった形で新規事業の部長に就任してもらって新しく活躍してもらう場をどんどん掴んでもらうっていうのもやっていたりします。同じように、まあ、新卒2部からマネージャーとして活躍してくれている面もいますので、20代からですね、まあ、ビジネスの最前線で大きな裁量と責任を持って取り組みたいという方にとっては、このスタメンという挑戦環境すごい面白いんじゃないかというふうに思っています。はい、ここまでご清聴ありがとうございました。まあ、僕たちと一緒にですね、僕たちが考えているこうエンゲージメント経営の考え方で、信頼関係を大事にするという考え方も、一緒に共感してもらいながらですね、この新しい企業のスタメンという箇所を作っていきたいというふうに思っていますので、ぜひまた説明会、選考とかでお会いできることを楽しみにしています。今日はありがとうございました。